11レーステレタマハイオーバルスプリント1400です能力偏差値ですが S ランク1等 C ランク3等のレースとなりますこれから偏差値上位場の適正分析を指数グラフで解説していきます最後に適正を反映した予想印を公開しますそれでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。4枠4番ドライスタウトです。能力偏差値はトップで偏差値ランクは S ランクとなります。金5層では前層2層前 三層前に黄色線を上回っています特に前層は黄色線を24上回る優秀な指数をマークしています。能力的には頭一つ抜けた存在で連帯確率は相当高いです。指数の青線の傾向を見ていきます。指数の青線が右肩上がりで成長中です。さらなる成長による上積みが見込めます。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。 今回は千四百メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、一走前はピンク色の着順が二着で、紫の丸が千五百。千五百が敵距離ですが、三走前の紫の丸。今回と同距離の千四百では、まずまずの指数をマークしています。千四百も守備範囲です。展開面を見ていきます。先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により。 レース展開予想を解説します右側の一角侵入予想図ですが逃げ馬が2頭います先行タイプが5頭いますこの一角侵入予想図の状況からはミドルペースが予測できます客室による有利不利は少なそうです指数グラフに戻ってこの馬の客室を見ていきます一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところを見ていくと 一層前は3番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は104でトップです。上がり指数は56でトップです。楽に好位につけられる高い先行力を持っています。展開面はプラス評価をしていいです。レース感覚を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は20週間の休み明け初戦になります。 鉄砲がが効くか大きなリスクがありますレース感覚はマイナス評価していいです。上適性を見ていきます。指数の上の漢字が開催場を表します。ここが数字だと当地浦和での出走です。地方の出走では中央より指数を上げています。上適性はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。3枠3番スマイルィです。能力偏差値は2位で。 偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、2層前、5層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は、紫の丸が1400、昨年の11月は、紫の丸が1600、1400は適距離です。展開面を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は2番手からの競馬です昨年の11月は花を切っての競馬です逃げ先行が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は84で2位です上がり指数は40で6位ですまずまずの先行力で先行できそうです展開面は若干のプラス評価していいです馬場状態を見ていきます ババ状態はグレーの丸で表されます。ババが渋ると指数を上げています。明日もババが渋ればプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。二枠二番、ラプタスです。能力偏差値は3位で偏差値ランクは C ランクとなります。金五層では二層前五層前に黄色線を上回っています。特に五層前は 黄色線を十上回る優秀な指数をマークしています。能力的には二番手グループの一角で連対資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと二層前は紫の丸が1400、1400は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと二層前は五番手からの競馬です。 中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は63で6位です。上がり指数は50で3位です。まずまずの上がり指数でちょい差しを見せられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。レース間隔を見ていきます。今回は27週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。 次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。8枠9番、オーロラテソーロです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、2層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は、 紫の丸が1200、昨年の12月は紫の丸が1400、1400は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は8番手からの競馬です。昨年の12月は花を切っての競馬です。先行も差しも良い自在タイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は78で4位です。上がり指数は48で4位です。 先行力、上がり指数とも平凡で、自在に立ち回れないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。上適性を見ていきます。地方の出走では、中央より指数を上げています。上適性はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。7枠7番、アポロビビです。能力偏差値は5位で、 偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では2層前に黄色線を上回っています。能力的には2番手グループの一角で連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が1400昨年の11月は紫の丸が14001400は敵距離です。展開面を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと、2走前は9番手からの競馬です。昨年の11月は7番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は22で10位です。上がり指数は53で2位です。まずまずの上がり指数で、差し足を見せられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。ババ状態を見ていきます。 与馬場では指数を落としています明日も両馬場ならマイナス評価した方がいいです過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定20丸を打った4番の対戦成績は有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません暫定丸を打った3番の対戦成績は有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません暫定黒三角を打った2番の対戦成績は9番に対し 一勝礼敗と勝ち越しています。二番の対戦成績は高評価できます。暫定白三角を打った。九番の対戦成績は、二番に対し、霊勝一敗と負け越しています。九番の対戦成績にはリスクがあります。暫定罰を打った。七番の対戦成績は、三番に対し、霊勝二敗、九番に対し、霊勝二敗と負け越しています。七番の対戦成績にはリスクがあります。 以上の適性分析を考慮しました。最終の予想印です。本命20丸を打ったのは、4番、ドライスタウトです。能力偏差値は、トップの S ランクです。レース間隔と枠順にリスクはありますが、展開と調子と上適性を高評価しました。対抗丸を打ったのは、3番、スマイルウィです。能力偏差値は、2位の C ランクです。 枠順にリスクはありますが距離と展開を高評価しました黒三角を打ったのは9番オーロラテソーロです能力偏差値は4位の C ランクです対戦成績にリスクはありますが距離と枠順と上適性を高評価しました白三角を打ったのは2番ラプタスです能力偏差値は3位の C ランクですレース間隔と 枠順にリスクはありますが距離と展開と対戦成績を高評価しました。×を打ったのは7番アポロビビです。能力偏差値は5位の D ランクです。対戦成績にリスクはありますが距離と展開と枠順を高評価しました。以上指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え 新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながります。是非指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。